稚内信用金庫は、北海道稚内市に本店を置く、日本最北の信用金庫である。指定金融機関は、稚内市をはじめ、宗谷総合振興局管内では、浜頓別町を除くすべての自治体が東金庫を指定している。また、ルモイ振興局管内でも、宗谷管内に隣接する縁別町が東金庫を指定している。なお、本支店には、 画像のようなレンガ状タイルを貼った建物が多いのが特徴。稚内市に本店を置き、主に宗谷館内と留萌北部を中心に営業する信用金庫。他にも旭川市、札幌市、大武町周辺でも活動が行われる。稚内市を含む宗谷館内、手塩町、延別町及び大武町を合わせた主営業地区の預金占有率は80%超。 わっか内周辺部は人口流出しているものの他地区での営業展開で平成20年度以降預金量は増加している。経営の安定度を示す数値である自己資本比率は例年50%以上を保ち国内金融機関の中でトップの座を長年維持している。ちなみに道内最大の金融機関である北洋銀行も含め地方銀行の多くは おおむね10%前後、道内の信用金庫には20から30%台のところも複数あるが、それらと比較しても異例の高水準である。なお、利益の90%以上を積立金にし、2017年現在の積立金は499億円に達する。一方で、拠点である宗谷館内の経済状況から貸し出し先となる企業が限られること、 安全性、公共性を重視した小口融資に徹していることから、予対率は非常に低い。近年は、旭川市や札幌市といった、道内主要都市に支店を開設しかし出し先の拡大に取り組んでいるものの、それでも予対率は20%台にとどまる。なお、預金の運用先については、国債、地方債が約9割と安全性を重視している。本店、 東支店、南支店、北支店、富岡支店、小西別支店、浜と別支店、江差支店、歌登支店、中と別支店、豊富支店、利尻富士支店、利尻支店、礼文支店、幌延支店、低潮支店、延別支店、大無支店、旭川支店、亀井支店、末広支店、札幌支店、清田支店、琴西支店同行の各支店等の一例。 わっかない新規が設置した ATM で当金庫のキャッシュカードを利用した場合の時間外手数料は無料化されている。ただし、他金融機関との共同 ATM のうち当たり金庫が幹事となっていない機種については対象外となり、引き続き時間外手数料がかかる。セブン銀行、イオン銀行、ビューアルテとは利用提携を結んでいるが、新銀行東京とは提携していない。 スポーツ振興区事当選権の払い戻し点は中央三丁目の本店のみで取り扱う。ありがとうございます。